どうも、一生小遊中のもんです。この車の全幅は1475ミリなんですけれども、これちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるヘクタイルカを頑張って捕まえたらバッすれば大体一緒です。というわけで、今日紹介するのは軽トラのキャリーをベースにですね、ボディ後半にエクストラなゾーンを設けたスーパーキャリーなんです。注目点はもちろんここなんですが、その前にここ後ろに長いだけじゃなく、このように上にも長いハイルーフを採用しているんです。これ見た目がかっこいいルックだけの問題じゃなくてですね、例えば工事現場のヘルメットなんかをかぶったまんま中に乗っても余裕があるっていう実用的な装備なんです。そしてここ注目、スーパーキャリーはですね、キャリーの中でもかなり上級の位置づけなので、このようにライトやグリルがメッキ使いでかなり派手になってます。ただ派手になったとはいえですね、最近のジャギみたいなですね、ちょっと怖い顔つきではないのがいいですよね。でこのライト、スーパーキャリーは全車ハイビームアシストという装備がついてます。ハイビームで走行していても対向車が来るのを感知するとロービームに落としてくれるんです。いいやつ。そしてここフォグライトもついてます。サイドに回ってきました。この車の最重要ポイントはこのキャビンスペースなんですけれども、このキャビンスペースがあることによって、このシート周りの快適性が大きく向上しているんです。通常軽トラの背はリクライニングしませんが、この車はですね、このように大きくなんと40度もリクライニングするんです。しかもこのノッチはすごく細かくて18段階あります。またですね、これ角度だけがポイントじゃないんです。実はこの後ろの空間、キャビンスペースの前後の拡大仕事としてはですね、先行するハイゼットジャンボとですね、まあ同程度なんですが、このスーパーキャリーの場合はこのリアのスペースの床面積が大きくなっているので、たとえ荷物を後ろの方に積んでいたとしてもですね、まあ若干の荷物を積んでいても、このようにリクライニングする余裕があるというですね、メリットがあるんですよね。ここら辺はですね、先行するハイゼットを見て後発で出したスーパーキャリーの強みになってます。ちなみに後発のこのエクストラスペースの軽トラなんですが、こういったビッグキャビンの軽トラ、ハイゼットが最初、そしてキャリーが2番手って思うでしょ、違うんです。実はですね、ハイゼットの後にですね、ミニキャブ、三菱のミニキャブにもエクストラスペース仕様あったんです。それはこれね、すごいでしょ。ではリ、このように屈強な荷台がありますけれども、屈強なのは荷台だけじゃありません。この下サスペンションはリアですね、このようにリーフリジット方式になってます。また注目はここ、スペアタイヤともむき出しでワイルドなイメージです。でむき出しといえばこれ排気管ですよね。ただこの排気管本当なんでしょうか、フェイクじゃないんでしょうか。そこで私はですね、これで確かめます。そうてれー、真実のチョコバット、これが通るんでしょうか。しっかり通りました。真実のマフラーでした。スーパーキャリーでドレスをリアに積んで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧回しのためのミラートライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、軽トラだからな。あ、ありました。あ、ライトはないけど素晴らしい、50点です。このシートすごいのはリクライニングだけじゃございません。なんとスライド量、一般的な軽のキャリーはですね、140ミリなんですけれども、このモデルは前後に180ミリと伸びてるんです。ではインパネ、シンプルですけれどもデザイン性は非常に高いインパネになってますよ。この車本当にデザインがいいと思います。ステアリングはですね、日本スポークのシンプルなものですけれども、ほらなんかね、造形がいいんです。そしてメーターはアナログの単眼方式です。タコメーターはありません。そしてここドリンクホルダーがついております。またウィンドウはこのようにパワーウィンドウを採用しています。助手席もね、センタースペースには大型の見やすいモニター、そしてこの横なんですけれども、これ実はですね、このようにペンを入れておくペンホルダーなんです。そして中央部分には吹き出し口が2個、さらに下にはですね、アナログの操作しやすいエアコンの操作系になります。エンジンを開けるにはこのシートをめくった下、ここのロックを解除してこのように開けます。かなり後方にセットされているのは3気筒の NA エンジンです。50馬力です。先ほど言ったようにヘッドクリアランスはハイルーフのおかげで広大です。でその広大なスペースを使って、このようにオーバーヘッドシェルフがあるんです。これ左右中央でですね、合計 1.5 キロの荷重を入れて OK になってます。
なかなかのスペース。そして注目は助手席。運転席よりは角度小さいもののちゃんとリクライニングします。これなんとですね24度倒れるんです。えらいね。時は 199X の世紀末。俺は燃料キャップの蓋はワンプッシュで開いた方がいいと思ってる。蓋の真剣わちゃおわ。イレギュラータイプだ。ほら見てくれ、レギュラーだけにイレギュラータイプ。これは開けるとおおキー。このようにしてキーを使って開けるんだ。大変手間はかかったがあえて言わせてもらう。お前はすでに開いている。わちゃお。実用車なのでいっぱい小物入れがあります。あまりにも数が多すぎて思わずリズムに乗って紹介したくなります。まずはここからポンスポーン、ポンスポーン、ポンスポーン、ポンポンスポポン、ポンスポーン。さあ謎のバカテンポでお届けしましたが、まだまだ実用アイテムあるんです。この助手席倒すとですね、てれー、ほら机になるんです。書き物ができます。しかもこの溝はですねタブレットを刺すこともできるんです。ここは灰皿ならぬ小物入れです。さらにここなんと隠れコンビニフックもあるんですよ。さあではお待ちかねリアスペースを見てみましょう。シャキーン。リアスペースの硬さを赤身トロ中トロ大トロで確認。冷凍よいしょ、マグロチェック。おっといって冷凍でした。このスペース実はかなり広大なんです。なんとですね高さは920もあります。この高さそして幅なんですけれども、これ1235mm もあるんです。で注目はこの前後方向長さなんですけれども、これ前後に 250mm あるので、買い物かごショッピングかごなんかをこのまま横に並べて2個置くこともできるんです。またここ全体には縁加工がされているので物が落ちにくいような構造になってます。さらにここ、これはチェーンスペース、あ、いえジャッキースペースです。そして反対側には大きめの小物入れがあります。いや本当ねかなり広大な空間なんですよ。しっかりライトも備わってます。ちなみにこんなに倒れてリラックスができるんです。で序盤で私が言ってたですね、荷物があっても倒せるってこういうことです。例えばこのバッグをこのリアスペースに置く、荷物スペースよりも前にまだ余裕があるので、このようにほらゆとりを持って倒せるんですちゅうことね。しかしこのリアスペース本当に広くて、ほらこんな風に横になれるんだよ。だからこの助手席前の空間をうまく使えば小休憩できますね。慌てない慌てない、一休み一休み。偉いのは単純に後ろが広いだけじゃなく実用スペースとして考えられていることなんです。例えばねこれ後ろにそっちから入るときってこのようにリクライニングを倒すんですが、実はシートを前端にロックした後ですね、このさらにですね前にこうやってスライドするんです。この位置ではロックできません。単純に後ろスペースへのアクセスを考えてこのように自由にプラス40ミリ動くようになってるんです。ほらこのスペースが広がった、えらいね。では荷台長はですね1480ミリと普通のキャリーよりもかなり短くなってるんです。それはしょうがないですよね、これがあるから。でもね工夫があって、ここ延長部分の後端をこのようにえぐってることによって長いスペースを確保してるんです。ですから実質的に使えるフロア長はですね1975ミリと約2メートルもあるんでした、えらい。荷台には頑丈な鳥居と作業棟、この荷台の下のこのスペース、これは足掛けなんです。おお。あ、段差乗り越えるとすごいけど、でもねこれ想定外だな。想定外に快適静か。これトランスミッションのせいもあるのかな。このですねトランスミッションはかつてですね5速マニュアルとあとは 5AGS 2ペダルの MT が選べていたんですけれども、最新のスーパーキャリーでは4速 AT と 5MT のラインナップになってます。今回は 4AT です。こ
このトランスミッションの効果は大きいんじゃないだろうか。エンジン回転とても低いのにしっかり車速が乗ってます。いや静かだね。先行車発進、お知らせ機能もついてますよ。ほらね。さあこの50馬力それから63ニュートンを発生する NA3 気筒エンジン踏んでみますね。うん、もちろん、まあ、タコメーターないんですけれどもエンジン回転は結構高まりますが、でもねこのエンジンのね元々の素性の良さもあるんでしょうけども嫌な音質じゃないんです。負荷をかけられてつれよ、助けてよみたいな金切り声じゃなくてね、爽やかでしょ。ですからこうして乗ってるとねキャリーって感じよりもエブリーみたいなバンワゴン系みたいなフィーリングです。ただもちろんですね車体構成が全然違うので一個一個追っていくと全く違う車だということがよくわかります。まずはこのホイールベース、これ1905ミリしかないんです。2メートル切ってるんです。乗り心地は当然ペコペコとしたものになりますけれども、これホイールベースだけの問題じゃないでしょう。多分ですねリジットのリアの硬いサス、それからですね最小回転半径を確保するためにキャスターを立てたですねフロントのジオメトリなんかも影響していると思います。ですから縦方向だけじゃなくちょっとですね直進安定性もめちゃいいってわけじゃないんです。その分最小回転半径はものすごく小さくてなんと 3.6 メートルですから、ほら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 、車線に余裕を残して U ターンもかませます。もうね 3.6 メートルって本当異常ですよね。軽自動車のちっちゃいやつだって 4.2 メーターとかなんですけれども、ここまで来るとなんか自転車の延長みたいな、車というよりも足、自分の足の延長ぐらいの感覚です。足の延長といえばですねいろんなところの数値がこの車おかしくて、例えば最低地上高うんぬんじゃなくてですね一番実用的に気になるバンパーの下の高さありますよね。バンパーの下の高さ、これなんと274ミリもあるんです。だからこうやって見てでかい岩がもしあったとしても簡単に乗り越えられちゃいます。ちょっとリクライニング倒してみましょう。少しね、運転中はこのリアのキャビンの大きさってそれほど感じることがないと思うかもしれませんが、実はですねこのほんのちょっと倒れるってだけでもですね精神的な余裕は全然違うんです。ものすごくリラックスした運転姿勢で運転をすることができます。なんかね乗る前はねターボエンジンあったらいいなと思ったけど、この静かなエンジンであれば NA でも十分だな。これなら割とロングのツーリングにも行けそうです。というわけでスーパーキャリー大変ビビでした。ごちそうさまでした。